日本の特殊切手では日本の切手のうち特殊切手に関する事項を記述する。日本における最初の特殊切手は1935年12月1日に発行された年賀切手である。日本ではすでに1899年から年賀郵便特別配達のサービスを行っていたが、この時初めて発行されたのが昭和11年用年賀切手であった。その後、 国立公園を題材にしたシリーズ切手が発行された。戦後になると国立公園に加え文化人を題材にしたシリーズ切手が発行され、その後も題材を変えながら毎年発行している。また発行時に記念切手か特殊切手かの分類方法として切手発行日当日に使用される初日印が何が使われるかである。 記念切手では、毎回特印と呼ばれる、デザインされた消し印が使用され、これによって初日カバーなどの制作に使われるが、特殊切手では長年にわたり使われず普通切手と、同じく初日カバー制作時には、風景印もしくは鳩印が使用されていた。しかし1974年2月20日に発行された、昔話シリーズ第2週、鶴女房からエイリハト印が使用されるようになった。 そのため、エイリハト印が使用される場合には、特殊切手である。そのため一見すると特殊切手のように見えるが、特印が使用されている切手趣味週間や国際文通週間などのキャンペーン切手は、記念切手扱いであると言える。また、特印が使用されないふるさと切手も、特殊切手であると言える。下記では日本で発行された特殊切手の一覧であるが、記念切手に分類される。 国際文通週刊や切手市民週刊など記念切手に分類できるものや2008年以前のふるさと切手は含まれていない。2008年以降、ふるさと切手が全国発行の特殊切手となったため以下に収録する。ありがとうございます。